安倍の生命は再び滝夜叉に同盟を持ちかけるが、滝夜叉はそれを拒否し、俵の塔太を呼び出す。そこに前田刑事が現れ、五芒星軍対魔界水軍の戦いが始まる。戦いは互角に終わり、滝夜叉は同盟の証として夕顔を人質に出すように提案する。魔界水軍の前に現れる村上武雄の娘村上京。安成と住友は京には戦わせないと言いつつも、皆で戦場へ向かう。お市の方は馬頭に協力を仰ぎ、黒魔術軍を攻めると語る。そこに現れる高山右近。高山右近対鶴姫、霧隠れ才三の戦いが始まり、右近は仮面の男を呼び出す。仮面の素顔を見た才三は動揺し、戦わなくなってしまう。鶴姫が一人で奮闘する中、馬頭が黒魔術軍に囚われていた日野閻魔を救出することに成功し、右近たちは撤退を余儀なくされる。魔界水軍は村上武雄の仇を討つために黒魔術軍に戦いを挑む。末高草、仮面の男、久喜義隆が次々と現れ、大混戦となり、黒魔術軍は撤退をしていく。久喜義隆は安成に、戦場で情に流される奴には必要はないと言い、魔界水軍を去るように進める。しかし安成は魔界水軍に残りたいと懇願し、久喜と安成の魂をかけた戦いが始まる。激闘の末、安成が村上武雄の必殺技である海嵐を放ち勝利する。そして久喜は武雄が愛用していた武器を安成に託すのであった。